ちょっとサポートしてくれる？じゃあ天眼展示してから。うん。うんちはでもまあまあ立派なので出ますねこれ。ちょっと下のも。でもさ大きさがさ。まばらだよね、うん、やっぱりこれがちょっと同じ2箱で出てもさあの元気な子は大きいのが全部200か250で出ます、ね、そんでちょっとねごめんなさいねこちら側に来てもらっていいですか私の右手の方にごめんなさい、まあ、これは家でやんなくてもいいんだけどちょっと目薬入れさせてもらいますねごめんね、まあ、別に今は目は大丈夫ですよ耳もちょっと一応予防でね、うんごめんねごめんね。でこの歯の色ね、この黄色さが足りないんだよね。上も黄色いと言ってもっと黄色いからね、普通の子は。でこれはあの泣き砂糖の時に食べた毛とかね。異物をうんちに出しやすくする薬もともと猫ちゃんの毛球症に使うやつでパラフィンとワセリンが入っててちょっと美味しい味なんですけど6割ぐらいの子はこれ好きなんですでもこの子舐めたことがないからこの味わかんないからねもう抑えられてるのが嫌だねこんなんでできるかなこうやってちょっと奥まで入れてね。こうやって同じが分かるとごめん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 。どう？あ、嫌いじゃないみたいですよ。同じ分かったら。ごめんごめんごめん。違って口つけちゃった。ちょっと手止めますね。これをさ、0.7cc を1日2回ぐらい飲ませてあげれるんだったら出しますけど、まずはさ、お水だね。注射器だけ出しますから、お水だけ飲ませてください。水が飲めたらこれ出しますわ。はい、だから、このサイズで、これ 3cc の注射器だけど、まあ、0.5 から、これで 1cc ですね。はい、0.7、まあ 0.5 でいいですよ。0.5cc のお水を、ちょっと、飲ませるコツは前歯があるじゃないですか。前歯の横って歯がないんですよね。はいはいはい、はい、ね、でそこからちょっとここに入れてもらってで少しずつこうちょっともぐもぐしてるんで、うんうんうん、そうすると上手に飲んでくれるんだよね。じゃあこれもさ先においででハンドフィーリングできるようになってからやらないとダメですよ、はいはいはい、それより先にやっちゃうと嫌われちゃうから。だから先にやっぱりおいでハンドフィーディングで、まあ、チモシーも食べるの？食べるときは食べます。食べます、はい、だからチモシーとペレットを先にやってください。で注射器は一応出しておきますけどこれは出さないです。これからなんだっけな、お腹にちょっと血流良くする治療をちょっとしますんでね。1分100枚、はい、そんでさっきの保湿剤ね、はい、でこれもだからここではやりますけどお家ではもうやんなくてもいいです、はい、ここに来た時やりましょう。足もちょっと、じゃあお腹にね、これで、ね、大きさが不揃いだもんね、うん、だから同じ200個出てもこういう風だったら同じ大きさで立派なやつが200出てる子に比べれば食べが少ないということになりますね、うん、大体250前後出るもんなんです。だから数的にはまあまあね、今の表を見たら出てるけど、うん、ちょっとチムシの食べが少ないから、うん、はい、くるみちゃん頑張って。
たね、そうしてもらってもらうか。ちょっと抗寄生虫薬つけようかなと思うんだけど、ちょっとまた1週間後に先延ばししますね。あ、わかりました。あんまりそのいっぺんにやらない方がいい、ね。レントゲンも撮ったりしたしさ、見たらなんかちょっと心臓大きいとか、また1週間ぐらいちょっと観察して、また見せてください。はい、それで、なんだっけ、注射器ね。はい、あの 3cc の注射器を一応2本出してきますから、はい、おいでで食べれるようになってからね、ちょっとお水を 0.5cc 飲ませる練習しておいてください。わかりました。1週間で なれますかね。多分あの手で食べるのはできるんじゃない、できません、まだ手から食べるときは食べてくれるんですけど、あのペレットでさ、24時間置いてない、置いてます、あ、やめて、その手であげるようにして。そうですね、だから最初お皿でない時間を作っといて、お皿で出す前にその時にハンドフィーリングに鳴らした方がいいですよね、それでおいでって何回もやってからお皿から食べてって、そうやって教えた方がいいです。お腹空いてる時にやらんとなかなか、24時間ペレット置いてあるのにさ、ハンドフィーリングってなかなか食べてくれないから、だから、はい、こちらひとまずここに入れてください、ね、あとなんだろう、あ、そうか、あと体を変えるか、そうですね、体でもさ、別に局部的局所的に皮膚がさどうこうなってるところはないと思いますから、まあ今ちょっと保湿して抗線照射したから、それで一度見てください。はい、じゃあまたこちらから来てください。あとちょっとお話ししましょうか。